キウッドウッドウッドだ。こいつこいつウッドにします。いやウッツ、こいつウッツにします。ウッツです。みんなウッツをよろしくな。よしってことで、でんでん虫のクエストを受けていきましょう。多分あの右上にハテナって表示されてるのが多分でんでん虫なんで、ちょそこまで移動したいね。うわ、糸糸使いたかったな俺もうこの穴を見るたびになんかね、後悔の念がすごい出てくるんだよ。糸糸使いたかった。あれでダンジョンぶっ壊したかったな。あ、いたいたいた。でこれをミークイックだっけ、ああ倒しちゃった。鉄インゴと思って右クリックだったかもしれない。あ、そして足防具がないわ。ちょっと、鉄と足防具。よし、じゃあ、でんでん虫のクエストを受けていきましょう。うわぁ、これ、糸糸使い、糸糸使いたかったー。もう、この穴を見るたびに俺なんかもう、後悔の念が、すごい俺に押し寄せてくる。うわ、糸糸使いたかったなぁ、という、茶番を、しまして。あれ、鉄持ってない。あ、なんか、間違いなんかミスった。なんかミスった。はい、よし、じゃあでんでん虫のクエストを受けていきましょう。あ、こっちはこっちもうこっちにもいたけど、俺のルートはこっち。うわー、糸糸使いたかった俺この穴を見るたびにさ、この後悔の念がね、俺に押し寄せてくんだよね。うわー、糸糸使いたかったわーっていう茶番はまあ置いといて、はい、消えた。あ、ええ黒、あ、来た。これでいけんのか。イベンツアークス、イベンツアークス、なんだこれ。はぁ、え、なにこれ。ディフィカルイージー。あ、これがミッションか。ロマンスダウンアーク。バロックワークスアーク。ロマンスダウンってなんだっけ。クリーク、クリークこれ。アルビダ、ロマンスダウンってなんだっけ。なんかそういう書あった。バロックワークス多分あれミスターワンとか、そういう系だよね。あれ、アーロン、あ、これアーロン一味か。これアーロン一味で。で、こっちの方が難しいよ。じゃあ、一人ずつ倒していこうかな。じゃあ、まずは、これまあさ、多分これ一番簡単なやつで、マリネーズ。キル・テン・マリネーズ。アセプト。バック。で、これ多分海軍を10人倒せば、あれか、このミッションクリアってことか。でもそんなんどうでもいいんだよな。アルビダ倒したい。キルアルビダアセプト。あ、その辺にアルビダスポーンしてない？あれ、俺が見た動画だとね、なんかその辺になんかスポーンするんだけど、アロン一味いっちゃうか。待て、アセプト来た。おお来た。よし、戦うぜ。クロービチューアーロン強スパスパ強強。あ、瞬間移動した。よいしょ。あ、弱え弱え、チュー弱え、クロービよえアーロン一味倒しましたで、これで、これで動力が上がってんじゃない ?F。あ、やっぱ動力上がってる。37。これベリーはもらえないの。バウンティーゼロ。あれ、俺ジョブスナイパーになってんだけど、やだ。スナイパーじゃない、俺。剣士だよ、俺は。フィッシュマン、パイレーツ、ソードマン。なんで俺ジョブスナイパーなのね。なんで俺ジョブスナイパーなの。あの、上がるな。じゃあ、剣士になってんのか？うん、よくわかんねえ。この、でも、動力今上がったよね、多分。これ、ベリーはもらえないんですか？これ、ベリーはもらえないんですかね？あ、これ、フィニッシュで。おー！ 25,000 ベリーと、切り鉢。お、切り鉢もらった。コイルプラス16。おー！パイプと一緒か。まあ、これノックバックあるから、まあ、こっちでいっか。で、あと、多分25,000ベリー。もらえてない。なんでやねん。じゃあ、次行ってみます。行ってみます。あ、いや、いいや。で、このスパスパはじゃあ終わったから、また別の身を開けてなんか違うやつ倒すか。そうしよう。あの、ちょっとペース早い。ペース早い。お、撃つ。この、テレポートすると目の前に撃つが、お、何やってるっつって、いるっていう。おビビった。いや、いいや。あの、ミッション一回クリアしたから、じゃあ次はベターダンジョン行こう。あの、ベターダンジョンと、ミッションの、あれ、こうローテーションでいこう。そうしよう。そうしよう。決めたわ。俺が決めた。もうこれ誰にもちょっと異論は許さねえからな。この、でんでん虫ミッションと、あのでんでん虫なんかブロックになってるから多分回収できんじゃねっていうのはある。あれ、回収できんじゃねえの？ちょっと一回試してみるか。回収できたらね、なんか、この拠点に近いところがで、できるから。あー、俺、糸糸の見つかりたかった。俺もうこの穴見るたびにね、俺なんかもう後悔の念がね、押し寄せてくんだよ、俺に。いやー、糸糸の見つかりたかったな、本当に。で、これ。
買った。コセだ。あ、じゃあこれをさ、K の近くに持ってけばさ、テレポートしたらすぐ、電電虫使えるじゃん。あ、そうしよう。じゃあここに置いとこう。よし。じゃあこれでいつでもミッションが受けれると。よし、オッケー。よし、じゃあまた新しく、身を開けますかね。ティア1。あ、もうだんだん残りあんなにあったのに。ティア1。まあ、とりあえず次はティア1だな。次はな、ティア1だわ。よし、行きましょう。せーの、おい。あ、外れか。せーの、ほい。外れた。なんてこった。くそ。お、これ、ティア1ラストじゃん。はい。起きた。ボムボムの実。ほう。パラミシア。あれか、ボムボムってあのミスター5とかだっけ。よっしゃ、食べてみましょうか。いきます。せーの、おい。あ、2つか。キックボム。お、なんかこれ攻撃系じゃないのか。クリエイティス・アン・エクスプロージョン・アンダー・ユー。エクスプロージョンってなんか爆発？ん？まあ、とりあえず原作の能力を調べよう。キッキーボムってやつかな？蹴りつけると同時に足を起爆させ、打撃と爆撃を一度に叩き込む。自分の足元にじゃあ爆弾ができるってことかな、これ。強っ。強っていうか怖っ。ノーズ・ファンシー・キャノン。あ、これ鼻クソのやつだ。ダメージ 5？ 弱っ。弱っ。丸めた鼻くそを指で弾き飛ばし、着弾と同時に大爆発させる。ああ、なんか微妙なの来たな。微妙なの来たな、これ。牛乳。せい。せいせい。じゃあ、石時クリアしたから、石ドゥヒ、行くか。あ、あそこ、あそこだ。あ、待って、でも松明がね、ちょっと松明取ってこう。じゃあ石ルフィ行きますか。ここよし、あそこだね。じゃあとりあえずこれダメっすか。ノーズファンシーキャノン。あれ、爆破しない。これはモブに当てないとダメなのかな。じゃあキッキーボムは、あー、なるほど、自分の周りで爆発を起こす的なやつか。うん、おお、自分もダメージ受ける。なるほど、これは割と地形破壊がはかどりそうだな。なるほど。しかも割弱えな。キッキーボム。じゃあなんか割となんか微妙臭がプンプンするけど。おお、来た。おお、いいね。これ全体攻撃になるわ。これいいわ。じゃあもうちょっと。よし、自らを犠牲に。よしよしよし。割とこれ使いやすいっちゃ使いやすいかもしれない。そんぐらいのレベル。よっしゃ、ここの石ドゥフィ攻略していきましょう。お、来た。わ、外した。マジか。ほら。よし。あ、これ俺意外と好きかもしんない。この能力。使いやすい。あ、これキックボム割と威力高いぞ。ただクールダウンがうぜえな。おーし。自らを犠牲にしていくスタイル。あ、でも割とやべえ。これなんか調子乗ってると。まあ、なんやかんやパイプが一番強いんだよね。その事実は変わらないというか。え、ちょ、びっくりした。よーし。よーし。おー、いるね。おら。わ、ちょっと待って、自分へのダメージがちょっとこれ、やばい。よし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 。あべ、割と死ぬ、割と死ぬ、割と死ぬ。何、チャリンチャリンチャリーンって。いや、これ弱えな。ノーズ弱えな。お前その杖よこせ、お前この野郎。よーし。お、なんかある。よいしょ。せいっ。これ楽しいな。よいしょ。わー、なんか出てきた。せいっ。あ、なんかゾンビホースだっけ、乗ってる。スケルトンホースか。どりゃ。人間魚雷。何ここ、怖い。なんか思ったより怖いんだけど、このダンジョン。お、チェスト。お、いいね。これは普通にありがたい。ちょ、ここ入れ替えとくか。はい。これ待って、俺ちゃんと確認できてないんだけどさ、このキックボムってさ、自分もダメージ受けてる、これ。確認しよう。あ、受けてないんだ、これ。自分ダメージ受けないんだ。あ、じゃあいいじゃん。
超強い、これ火薬なのカカオの実。いたいたいた、はい強えなこれ。